よろしくお願いします。感謝後、はい、なって以来、はい、どのぐらいになりますかね。2月4日に起訴で、5日に解釈後でしたから、もう2ヶ月ちょっとになります。そうですね。はい、インタビューの申し入れはしてたんですけど、はい、直後に週刊朝日と日刊現代のインタビューを落ちられたところで、はい、急にこうストップになってしまって、はい、だいぶ批判といいますか、はい、まあ、批判といいますか、その批判が妥当ではないかもしれませんけど、はい、横やりが随分入ったということで。そうですね、まだ実質、民主党は離党をしたものの、はい、やっぱりまあご依頼等もあったものですから、はいはい、もう少しマスコミに出るか控えてくれということがありましたので、少し遠慮しておりました。他党からの横入りっていうのは、野党からの横入りですね。それは自民党さんも公明党さんも辞職勧告決議案というのを国会に、議員運営委員会に提出をされておりますので、やっぱりそうした野党からの声というのも当然ありました。はい、本当はやはり有権者のためにね、はい、真実はこういうことであると、はい、自分はこうであって、はい、これこれの疑惑というのは、はい、晴らしたいと、はい、だからそういう思いは当然終わりだったと思うんですよ。そうですね、当然そういう思いはありますので、うん、どう発信していくかという時に、まあ、私はインタビューを受けてきちんとお答えをするということをしていたんですけれども、国会の中でって言われたので、ね、私はもう公判を抱える身ですから、事件のことは裁判の中で明らかにしていくと、あとはマスコミに、マスメディアに求められれば取材に応じていくというスタンスだったものですから、まあ、ちょっと野党からの自民党さん、公明党さんからの指摘というものがありましたので、まあ、少しマスコミでも控えようと言って、ちょっと1ヶ月ぐらい帯広市長選挙までちょっと遠慮してましたです。今回の事件をですね、はい、ちょっと振り返って、はい、お話しできるところと、それからまあね、はい、公判があるということで控えなければいけないところと、まあ、あと2人逮捕されてますからね、うん、ちょっとまだ弁護団の打ち合わせ等もできてないんで、答えられないところは申し訳ありません、うん、隠すという意味ではなくて、ね、どういう形で公判を争っていくのかっていうところ、まだ確定してないところあるものですけど、弁護士さんともそんな十二分に打ち合わせしてるわけではない、その時はご許しいただきたいと思います。